皆様こんにちは、大気源ニュースです。アメリカ陸軍作戦能力開発司令部の大学院生研究者であるミランダ・コスタンブル氏は、高精度計算流体力学 CFD を用いて、より静かなドローン開発のモデルを発表しました。設計段階で騒音を予測し取り除く手法で、低騒音ドローンの開発時間の短縮が可能になりました。CFD はコンピュータシミュレーションを用いて空気の流れや温度の分布状況の可視化を行っています。同氏が提案した新しいモデルは CFD を用いて航空機の翼の境界層、つまり回転翼の表面付近の気流のパラメータを取得しています。同氏はこの手法がなければ研究者は高価な時間のかかる風洞実験で空気の流れを航空機モデルに通過させることによって、境界層の流れのパラメータを得ることになると述べました。軍事分野では安定性が高く、様々な場所での使用に適する小型無人機が望ましいです。10月初旬に開かれた垂直飛行学会 VFS 第76回年次フォーラムで、コスタンブル氏は自身の研究を発表しました。ドローンは軍事用に使われる主要用途の一つは偵察都市。騒音が大きければ相手に見つかりやすくなり、相手が隠れたり撃ち落としたりする恐れがあると述べました。また、もしドローンの音が戦式の鉢のように大きくなれば、敵にそれだけ早く簡単に気づかれてしまうだろうとコスタンブル氏は話しました。メリーランド大学カレッジパーク校の博士課程で流体力学を研究する同氏は、今年 VFS の奨学金を得た学生の一人です。9月27日に始まったアルメニアとアゼルバイジャンの係争地ナゴルノカラバフ自治州をめぐる紛争では、双方が軍用ドローンを用いた作戦が広く展開されました。トルコと準軍事同盟関係を結ぶアゼルバイジャンは、トルコ製の攻撃型ドローンバイラクタル TB2 やイスラエル製の攻撃型ドローン IAI ハロプを戦術に使い優勢に導いたとされています。軍事専門家によれば、米中のような軍事大国はステルスを備えた高速ドローンや無数の超小型ドローン集団が群れをなして飛行させる技術など高度な技術開発を進めています。